ムスチスラフ・ドブジンスキーオシップブラス・ドブジンスキー、批評家、コンスタンティン・サナーバーグの肖像、ムスチスラフ・ドブジンスキーは、ロシアの画家である。ロシアから独立した、リトアニアの市民権を1924年に得て、1935年まで、リトアニアで働いた。ノブゴロドで生まれた。リトアニア貴族の子孫で、父親は、陸軍軍人で、父親の認知がしばしば変わった。 ビリニュースで学校を卒業し、1885年から1887年の間はサンクトペテルブルクの美術学校で学んだ。サンクトペテルブルク大学で法律を学ぶが、再び画家の道に進み、1899年から1901年の間、ミュンヘンに滞在し、当時、東欧の学生に人気のあったアントン・ヤズベの和塾などで学んだ。ミュンヘンでは、 アール・ヌーボーの影響を受けた。ロシアに戻り、1902年に芸術世界の導人の展覧会に出展し、芸術世界のメンバーとして活動した。これらのメンバーと同じくドブジンスキーも舞台芸術にも取り組んだ。第一次世界大戦が始まると、エフゲニー・ランセレと共に前線に出て、戦場のスケッチをした。多くの美術学校で教え、1922年には、 サンクトペテルブルクの美術学校の教授に任命されたが、1924年にリトアニアの市民権を得てロシアを出た。リトアニアやフランスの劇場で物体芸術家として働き、1929年からカウナスで劇場のタイに働き、個人の美術学校を作り教えた。1935年にイギリスに移り、1939年から アメリカ合衆国に住んだ。ありがとうございます。